LSM Radio South Channel ディープな世界。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、LSM、South Channel、ディープな世界始まります。よろしくお願いします。で、聞き役の NC 比嘉です。よろしくお願いします。キラー文太郎です。はい、ペールワンです。よろしくお願いします。ちょうど、前回までがですね、まあ、スタンドの話からどんどん派生していってですね、まあ、1部から8部まである中で、まあ、進んでいる中で、はい、まあ、ちょうど6部と7部っていうところの境目がものすごいところなんだよっていうところで、ちょうど面白い話をきっかけぐらいのところでちょっと終わりだったので、はいはい、まあ、その続きっていう回ですね。はい、というところでまた始めていきたいと思います。よろしくお願いします。いや、めっちゃ境目があるんですよ、はい、そこの6部のドラブというところで、まあ、同じ時期に生まれた作品としてはガンダムってあると思うんですけど、はい、ガンダムもその静止っていうのがあって、はい、例えばつながってるのはガンダムのファーストガンダム、そしてゼータガンダム、ダブルゼータガンダム、この辺つながってるんですよ、はい、みたいなつながりがある中でいきなり飛んで、それこそクロスボーンガンダムが生まれたりとか、そういう感じなんですけど、これ自体もよくわからないですよね。例えがわからないっていう。例えがわからない。まあ、なので6部までがいわゆる歴史としてちゃんと終えるもので、家系図がちゃんと見えるものなんですけど、7部8部は家系図がそれぞれまたできたと思ってもらえれば、7部8部でまた家系図があります。世界観が変わってるっていうこと。世界観は一緒だけど世界が違う。世界軸っていうのが違います。はい、だからこれもね、聞いてる人ご存知かわからないですけども、シュタインズゲートという作品があって、世界線という考え方があるんですね。はい、このシュタインズゲートという作品は過去改変をしたりするんですけども、はい、まあ、タイムトラベラーが過去に行って歴史を変えたりとか、はい、で世界線を変えていこうとか、元に戻そうとかするんですけど、はい、要はまあパラレルワールドですね。なんで自分が生きてる世界と、まあ、ジョジョというのも歴史がある、家系図がある世界の、まあ、隣の10センチか20センチか分からないですけど、隣の世界が、まあ、生まれて7部8部がある、まあ、そんなイメージです。まあ、一旦はさっき話した大河ドラマのリオと女性風、はい、城西一族の戦いは一旦もうここでシーズン1終わったと。シーズン1終わったです。これはもうちょっとこの歴史っていうか、この紐くっつきはもう一応一旦なくなってるというか、はい、で、そのまた別世界として、はい、またタイトルも変わったんですよね。タイトルも変わったんです。第7部からはスティーブ・ボールダンっていう、はい、アメリカ横断の話になります。これジョジョの奇妙の物語サブタイトルがあるってこと。じゃあジョジョの奇妙な冒険が終わったんです。サブタイトルはまたそれぞれになるんですよ。で、冒険の形、そもそもなんですけど、はい、スティールボールランという作品が始まった時に、まあ、明らかに絵は荒木宏彦先生なんですけど、ジョジョの第7部だってことは言ってなかったんですよ。当初は言ってなかったんです。はいはいはい、で、途中からあのなんか登場人物見てたら、昔 その第6部まで出てきたやついっぱい出てくるなみたいな感じになっていってて、はい、で、やっと単行本が出た時、帯にこれがジョジョの第7部だって書かれるようになって、途中からジョジョの第7部になった。あ、じゃあみんなわからないで読んでたんですか。よくわかんないもん。最初の僕の話もわかんない。とりあえず荒木宏彦先生書いてるし、これジョジョっぽい作品だろうなと思って見てたら、確かにスタンドっぽいのも出てくるし、だからこれはあジョジョだなと。じゃあ何だろうと思いながらみんな読んでたんですか。そうですね、最初ですね。豆知識として、はい、スティーブ・ボールダンは最初少年ジャンプだったんですけど、はい、途中からウルトラジャンプに変わりました。あ、そうなんですね。週1から月1になりましたね。へ、そうですね。でも本当に荒木宏彦先生救済もないですしね、うん、ないです。すごい方ですよ。なんか、まあ、8時から5時まででしたっけ、はい、必ず決めてるんですよね。で、多分旬の話としては年末にですね、あの岸辺露伴を動かないという作品、あ、やりました。そうしたら実写版の時話しかったんですよ。実写ドラマがあって、はいはいはい、でドラマ化されたドラマ化されました、ね、NHK でやりました。 NHK でやりました。やば、うん、面白かったというか、あの原作をちゃんと見たことがある人でも楽しめましたし、はい、あの非常にちゃんと、それこそ最初に話したように愛のある人が作っている作品だったなと。要は、はい、あのジョジョに対する理解とか愛がない人が、うん、ジョジョを映像化するととんでもないものになるんですよ。なんですけど、今回作った方っていうのは、はい、そのジョジョに対するあのイメージができてる、愛もあるし、その世界観のイメージができてる人が作ったんで、うん、非常によくできてたんですね。おすすめ作品、おすすめ作品です。で、ちなみに岸辺露伴という方がどこから出てきてるかというと、第4部です。の元々は敵みたいな存在だったんですけど、はいはいはい、まあ、味方になって、はい、で出てきたキャラクターで非常に魅力的だったもんですから、はい、あ、それがスピンオフ作品として岸辺露伴を動かないという作品、漫画もあるんですよ。
あ、ちゃんとこれ漫画バージョンもあるんですね。スピンオフの単行本があって小説もあります。で2部とか3部っていうのはもう一連のストーリーなんですけど、うん、第4部はちょこちょここういうサブなんていうんですかね、出てきますね。そうですね、魅力的なキャラクターがね、敵を固めているので、鉄球に住む男とか、はい、なんかいろんな宇宙人とか出てくるんですよ、いろいろ宇宙人ね、マジクラミキとかとかですね、そういうなんかわけちょっと繋がってない話も出てくるんですよ、はい、でこの岸辺露伴は知らなくても皆さんが絶対知ってる言葉があって、有名な言葉があるんですよ。だが断るって言葉があって、だが断る聞いたことないです。だが断るって言って、ないっすね、今日飲みに行こうぜみたいな、だが断るって言って結構2ちゃんで熱くなったんですけど、この言葉が言ったのは岸辺露伴です。岸辺露伴という男も、まあ、プライドが高いというか特殊な性癖、うん、性格を持って、性格がおかしいです、うん、相手がですね非常に優位な体勢で何かを言ってきた、命令をしてきたりした時に断るのが好きなんですその時にだが断る、自分が死ぬその時になってても嫌いな奴がいますよ、こいつに助け求めるぐらいだったら助けたらいいじゃん求めるよみたいなのだったら、いやあいつに助け求めるぐらいだったらだが断るって言う、あの味方は味方なんですけどあの主人公東方丈介のことは嫌いなんです、嫌いなんです、仲悪いんです、仲悪いんですよ、はい、自分がもう死んでもあいつにはもう頼まないっていう、はい、でもそうですね、でもドラマの中で僕ねちょっとね不満だったのが、ちょっと頭がおかしいんですよ岸辺露伴、はいはい、漫画家なんで、あの漫画に対してすごく真剣なんですよ、うん、もう人生と命をかけて漫画、面白い漫画を描きたいと思ってるっていう、はいはい、ところで最初に登場したシーンで岸辺露伴すげえなと思ったのが、はい、あの岸辺露伴は雲の、 普通の生き物の雲ですよ、はいはいはい、生き物の雲を描くために何をしたと思います？この雲絵で、この漫画で伝える、リアリティを伝えるのはどうしたらいいですか？リアリティ、はい、なんか雲のこの毛とかつけるとかってことですか？違うでしょう。何したの？まあこれは偶然ではあるんですけど、はい、雲を漫画の G ペンでぶっ刺して出てきた汁を舐めるんです。もう食べるって感じです。うーわ、雲ってこういう味なんだって。これで雲をちゃんとリアリティを持って描ける、描けるっていう、それぐらい漫画に対して真剣なんですよ。えし、好奇心を抑えますよ、ほんとで、それに比べてあの、うん、ドラマの中での岸辺露伴っていうのはその猟奇性というかね、ちょっと頭がおかしいところが焼き切れなかったっていうのは僕はちょっと不満だったんですね。ちょっとそこは弱いと、はい、あのちゃんとしたあのなんて言うんでしょうね、漫画家だったんですよ。もっと頭がおかしいやつなんですよ岸辺露伴って。本当に、はい、命を捨てるし人の命も奪うんですよちょっとあれですかね、あの BPO にビビったんですかね。あーかもしれないです結構しないです。いや、うん、だって雲の汁出てるの舐めるシーンとかもう多分なんで、あり共感になるじゃないですかお茶の間があーって時間的にのサイコパスなんですよ、はい、あの殺人欲求とかではないんですけど、行かれてるんですよ。欲求としては、もういかにクオリティの高い漫画を知りたいと思ったことは、そうです、手段を選ばないんです。選ばないです、好奇心本当に旺盛で、うん、あんまり取り憑かれるとこ言っても全然行くんですよ、全然行くんですよ。なんであの好奇心、それも象徴する作品が1個あって、はい、これあえて言いますけど、くしゃがらという言葉を知ってますか？くしゃがら、くしゃがら、くしゃがらって分かるんですか？まあ、これは本当に調べてはいけない言葉からちょっとあの改変して、みんなが調べているくしゃがらっていう言葉にしたんですけど、はい、このくしゃがらという言葉を調べてしまうと、はい、そのスタンド能力みたいなものに取り憑かれて、で頭おかしくなっちゃうよっていう作品なんですけど、はい、これはあの岸辺露伴のその好奇心とかを、はい、とすごくですね刺激するようなやっぱ言葉で、いい作品なんで、これくしゃがらはぜひ見ていただきたいんですけどっていうスピンオフ作品が、あ、そうです、そうです、漫画もありますし、はい、あの今言った実写化もされてます、はい、で一時バズったんですよ。だからその岸辺露伴のその実写化で見たときに、その後みんなやっぱ Google とか調べるんですよ、くしゃがら、はいはいはい、でもあのちゃんと番組の最後に出てきますから、本当に調べちゃいけない放送禁止用語が別にあって、はい、それをみんなが調べてはいけないから、今回はその言葉をくしゃがらという言葉に変えて放映してますと。なるほど、あるんですよ、人を狂わせてしまう、そういうキーワードが、言葉があるんですよ、あるんです。検索したい言葉ってやっぱいっぱいあるので、あれですよ、岸辺露伴のスピンオフは2冊出てますよね。そうですね、漫画で2冊、小説があって、くしゃがらは小説版のはずですね、確か。で僕はウルトラジャンプで、この小説ベッドあるんですけど、はい、その下巻だけ持ってて、上巻持ってないっていう、はい、買えなかったっていう買いましょう、上巻ぜひとも。でもこれが3年ぐらい前、2、3年前なんですよ、はいはい、まだ売ってるからですけどね。いや、アマゾンあるんじゃない、あのウルトラジャンプのプログラムなんですよ。はぁ、あ、はぁはぁ、メルカリありますかね。でも単行本収録されてないんですか？あれです、小説です。あ、小説ね、そのためだけの小説です。上巻下巻がついてたんですよ。ちょうど叙々店を仙台でやった時です。はい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 、あ、叙々店っていうのもあって、はい、あのワンピース店とかもあるんですけど、叙々ってもう国民的な作品になってるんで、叙々の原画であるだとか、はい、そのキャラクターグッズなんかを売るような叙々店っていうのが東京、大阪、そしてあの4部の舞台と言われている仙台、はい、
はい、この参加室実は開かれてたりします。去年今年長崎からの長崎にそうですやろうとしてできなかったでしたっけ、はい、そうです、コロナでなんかやるやろうやらんやろうみたいな、それぐらいの作品なんです。この上手の時にさっき言った小説ついて、このウルトラジャンプの上巻には全員応募券の T シャツもらえたんですよ。ああ、なるほど。それも買えなくて、はい、でもっていう。じゃあそれが手に入ったらやばいですね。やばいです。メルカリとかで探すしかないですね。っていうところで今日の、まあ、お話はもう、また、お時間となってしまいました、また来週ですね、また、こういったところから、またちょっと話を戻してですね、まあ、678のこのちょっとまだ分かりにくいかなっていうのがあるので、このまあパラレルランドっていうのは分かったんですけど、そうですね、はいはい、まあ、そういったところからまたちょっと話を、広げていきたいなと思いますので、本日は、以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。